はい、じゃあちょっと文が長いのでもうずっと置いておきますので、なんど画像にした状態でちょっと読んでみてください。これが実験1の操作1ね、ここまでが。はい、で今度操作2、操作2でちょっとこれあと私が手書きでメモしたんですがちょっとあと説明します。操作2ね、はい、で今度操作3、操作4、ちょっと読んでみてください。で操作3、操作4があって、ここね、実験1で使用、じゃあこうね。いいかな。はい。で、今度実験2の方。実験2があって、じゃあこれもちょっと読んでみてください。操作5、操作6です。いいかな。で、これが最後、操作7ね。はい。じゃあいきましょう。いいですかね。はい。じゃあいきます。と操作1で測り取った周酸二水溶物の質量を答えなさい。計算過程も。これはね、簡単だったですね。周酸が、ただしね、周酸はね、COH の括弧2の 2H2O だから、H プラスが2つあるってことなので、だから2かですよ。あと2をかけないといけない。じゃあいきます。0.0500 モルパーリットルで1000分の100リットルあると。そしたら、0.0500 モルパーリットルで1000分の100リットルね。で、これでモル数出ますね、周酸の。で、あと、全部原子量として126だから、126グラムパーモルと。ということは、0.630 グラムね。0.630 グラム。で、私、かけ、さっき、かすが2って言ったんだけど、これは関係ないですよ。かける2は今回関係ないと。今回ね。問い2で実は関係する。中和反応の時に、イオンの状態。だからこれはモルの状態だから、かける2、仮数のかける2はいらないけど、問いの2の状態、問いの2の時に、かける2が必要になってくると。じゃあいきます。問いの2。操作2で調整した水酸化ナトリウム水溶液の正確のモル濃度を求めなさいと。で、計算過程もと。じゃあね、これね。私この操作2のところでちょっと言いかけたんだけど、これ間違った答えね、間違った答え、これ間違った答えは、これね、水酸化ナトリウムは 2.00g ありますよね。で、水酸化ナトリウムっていうのは分子量40だから、40分の 2.00 に1000分の 500ml で割ると 0.1 モルパーリットルになっちゃうんですよ。だからそれ 0.1 モルパーリットルって答え書いちゃった人もいたかと思うんだけども、これ実はね、問題文に問いの2ね、正確なモル濃度ってあるから、多分これが不正確なんですよ。なんで不正確になっちゃうかっていうと、予想としてですよ、水酸化ナトリウムがで水分吸収して溶けるじゃないですか。だからこれ初め 2.00 だったかもしれんと、初め 2.00 だったかもしれないけども、水分吸収して、だからこの 2.00 が水分を吸収してる状態かもしれない。水分吸収して溶けちゃったかもしれない。ちょっとこれが分かんないと。よくね。水分吸収して溶けるから。だからこれちょっと不正確だろうと。不正確だってことで、どういう計算がいるかっていうと、じゃあ、求める水酸化ナトリウムの、モル濃度、X モルパリットルとしましょう。じゃあ、さっきの、周酸の 0.0500 モルパリットルかけ100ミリリットル、あ、ちょっと。0.0500 モルパーリットルかける、必要だったのが、ちょっと待ってね。どれがどれか分からんかった。操作3で、周酸が 10.0 ミリリットル必要だったのか。だから、周酸が 0.0500 モルパーリットルで、1000分の 10.0 リットル必要だったと。ただし、さっき言ったように、周酸っていうのは、COH の H プラスが2つあるので、2価なので、2つありますよね。括弧2だから。括弧2だから。2つある。だから、2個つけない。中和の時は、価数がいると。中和の時はね。ただも、さっきの問1のように、ただモルを出しなさい。もしくはグラムを出しなさいって時はいらないんですよ。イオンの状態で、中和してると。中和するときは、H プラスが何個、OH マイナスが何個っていうのはいりますので、今回は、H プラスが2個いると。で、それに対して水酸化ナトリウムは X モルパーリットルかける、じゃあ、10.50 っていうのはこれで、操作4で書いてある 10.50、 これを使いましょう。1000分の 10.50 リットルで、水酸化ナトリウムかける価数は1だから、じゃあこれで X が 9.52×10 のマイナス2乗モルパーリットルとっていう答えが出てきます。
けね、はい、で次これ問いの2、でこの問いの3、下線部の A、 下線部の A って何やったかっていうと、あ、これか、下線部の A、 ビーカー、メスフラスコ、ホールピペット、コニカルビーカー、ビュレット、この中で内壁が水に濡れたまま使用していいものすべて答えなさい。ただし器具に入れる液体で器具の内壁を、内壁を洗う操作は行わないものです。これはもう暗記ですね、答え B か、メスフラスコ、コニカルビーカー。これは、ちょっとこれうちの塾に貼り付けてるやつなんですけども、ちょっとこれはここに、メスフラ汚いなメスフラスコの説明、オールピペットの説明、ビュレットの説明、まあこう、こうあると。で、あと、ここに問題、これちょっと、うちの塾の壁に貼ってるやつですけども、形としてはこれ、ビュレットね、オールピペット、コニカルビーカー、メスフラスコと。正確な濃度の溶液を調整するのに用いる器具はメスフラスコね、こいつね。で、一定体積の溶液を正確に取るのに用いるのがホールピペットってやつ。で、滴定前に指示薬を加えておくのがこのコニカルビーカーと。で、濃度変化を避けるため使用する溶液で洗浄して用いるのは、ビュレットとホールピペットね。いいね。よいしょか。だからまあ、これはもう暗記ですね。暗記。はい。で、まあ、一応形としては、まあいいか、これ、はい。あ、ここに書いてたか。書いてる。内部が水で濡れているものを、そのまま、濡れているのをそのまま使えるのは、メスフラスコとコニカルビーカーと。まあ、今回の回答ですね。で、あと、内部が水で濡れていると、取った水溶液の濃度が薄まっちゃうので、これから取る水溶液で内部を薄いでから使うのがホールピペットとビュレットですよと。ちょっとすみません、汚くてすみません。はい、じゃあそれはいいよ。そこは暗記物でしたね。これは暗記物です。はい、じゃあ問1、問2、問3終わり、この問4。下線部の B。下線部の B っていうのは、操作7で、コニカルビーカーに水酸化ナトリウム水溶液を 3.5mL ほど滴下したと。はい、いきます。少量の強酸および強塩基を加えたときに起こる変化をそれぞれの化学反応式で示しなさい。これ何かっていうと、本来はですよ。本来は CH3COH、まあこれ弱ですね。で、プラス NaOH、これ強ですね。強塩基ね。で、これ弱酸強塩基。で、これで H2O 足す CH3COONA にするんだけども、今回は、まず強酸、つまり H プラスを加えたと。そしたら何が起こるかっていうと、こいつが電離したときに、この H プラスと OH マイナスでくっつくはずなんだけども、CH3CO マイナスの状態で H プラスが余計に入ってきたから、こいつとくっついちゃって元に戻っちゃうと。CH3COH ね。だからもう干渉液のような感じになっちゃうと。だからこれを書けばいいと。これを加えたときはこうなりますよと。つまり今度ちょっと付け加え説明書いたんだけど、酸、もしくは強酸加えた場合と。酢酸イオンが水素イオンを受け取っちゃって、酢酸分子になる反応が起こるため、酸性になることを抑えると。まあ、今回は回答としてはこれだけ書けばいいんだけど、まあ、説明をって言われたら、酸性になることを抑えるって書けばいいと思います。で、今度、OH マイナス、強塩基を加えた場合、そしたら CH3COOH、この元のやつが、この OH マイナスと反応しちゃって、H2O ができて、つまり OH マイナスの性質を打ち消す働き、CH3CO マイナスと H2O、この形になる。つまり、強塩基を加えた場合は、酢酸分子と中和反応が起こっちゃって、こいつとね、中和反応が起こっちゃって、塩基性になることを抑えてると。この塩基性になることを抑えてますね。だから、干渉液の状態になってると。それを書けばよかった。だから答えは、これとこれを書くだけでいいんですよ。だけど、もし説明を言われたら、強酸を加えた場合はこうなるよと、強塩基を加えた場合はこうなるよっていうのは書けるようにね、しといてください。いいかな。じゃあちょっと10秒ほど置いときましょう。はい、じゃあいきます。次、問いの5、問いの5、
操作後で調整した水溶液中の酢酸のモル濃度を求めなさい。これはね、めんどくさいんですよね。これ戸惑った人もいると思うんですけども、操作後、これだ、操作後でホールピペットで食数を正確に 10.0ml 取り、メスフラスコに入れて水を加えて 100ml にした。つまり10倍薄めたんですよ。10倍薄めた。で、一応用語としては食数っていうのは酢酸に水がたくさん、水が入って、水が余計にあったら食数ね。だから食数っていうのは酢酸プラス水って考えてね。食数っていうのは酢酸プラス水ね。で、今回は食数があって、それをさらにすごい薄めている状態。で、これを水溶液と呼ぶと。一応この用語としてね。じゃあこの水溶液の状態で操作6。その中で 10.0ml 測り取りか。はい、じゃあいきます。これで今、食数を10倍に薄めた状態なんですね。その中の酢酸のモル濃度を求める。いい、ちょっとめん、酢酸と食数って2つ用語が出てくるからめんどくさいんだけど、もう初めは食数の状態なんですよ。食数の状態でそれを10倍に薄めたと。いい、食数を10倍薄めた。その中の酢酸、今回聞かれてるのはこの酢酸は何ぼですかと。じゃあ求める酢酸のモルパーリットル分かんないから、分かんないですよね。いい、だからもう一回言いますよ。このも操作の5ってのはあくまで食数なんですよ。食数を10倍に薄めたよと。でもこの中の、あ、で、薄めた状態が水溶液と呼ぶと。で、この中の酢酸が、酢酸のモルパーリットル分かんないから、この状態にすると。で、Y モルパーリットルかける、これ、操作6で、この水溶液の 10.0ml しか使ってないので、そうですね。調整した水溶液、つまり、食酢の水溶液を 10.0ml しか使ってないから、これかけましょう。これをね。そしたら、モルが出てきますね。いい、それと、中和反応するのは、こいつですね、さっきの、こいつね、あれ、これじゃない、水酸化ナトリウム、水酸化ナトリウムが問いの2で、こう出ましたね、水酸化ナトリウムが 9.52×10 のマイナス2乗モルパーリットル、これの正確な数字が 9.523 だから、9.523×10 のマイナス2乗モルパーリットルで、今回は水酸化ナトリウムは 6.90、操作なので 6.90ml って書いてあるので、こいつをかけてください。そしたら、モルイコールモルね。モルイコールモルになると。で、その等式でこの Y を出してください。回答は 6.57×10 のマイナス2乗モルパーリットルと。いいね。ちょっとこの式の意味が分かんなかったかと思う。これ100分の10じゃないですよ。1000分の10ね。1000分の 10.0 ね。1000分の 10.0。もう一回言いますよ。確かに10倍薄めてると。10倍薄めてると。でも、薄めてそれを水溶液と呼ぶと。食酢のね。食酢の水溶液。で、この操作6でこいつを 10ml 使うんだから、で、この状態の中の食酢の中の酢酸のモルパーリットルなんぼですかと。でも使ってるのは1000分の10リ、これ同じね。確か食酢でこれなんだけど酢酸もこれねって考えちゃえばいいと。いい、食酢の中に酢酸が、食酢の中に酢酸があるんだけども、酢酸この中の酢酸は何モルパーリットルか分かんないから Y モルパーリットルと置いちゃうと。その中からこんだけ、取り出したと。コニカルビーカン入れちゃったと。つまりホールピペットでこんだけ取っちゃったと。って考えればいいと。いいかな。だから間違って1000分の、あ、100分の10じゃないですよ。1000分の 10.0 ね。いいかな。はい、じゃあこれが問いの5。で、最後問い6。これもね、迷ったと思うんですけども、実験2で用いた食酢に含まれる酢酸の質量パーセント濃度。これは1リットルと考えましょう。1リットルと考えましょう。いい、1リットルだね。で、ただ食酢 の密度は 1.00g/立方センチメートルですよと。じゃあね、もう一回用語としてね。酢酸と食酢の関係ね。だから酢酸と水を加えて、食酢と呼ぶと。いい。で、今回酢酸の質量パーセント濃度だから、これ、食酢を分母にして、酢酸を分身すればいいんですね。食酢を分母、食酢のグラム、だから食酢のグラム分の酢酸のグラムにしちゃえばいいと。はい、じゃあ行きましょう。食酢に含まれる酢酸のモル濃度は、さっきの答え、これ、さっきの酢酸のモル濃度ね。酢酸のモル濃度が 6.57×10 のマイナス2乗って問い声出しました。で、その中で、さっき10倍薄くしたって言いましたよね。さっき10倍薄くした。ちょっと待って、
薄くしたってありましたよね。ただしこれ今から求めるのは食酢だから、これ10倍薄めて操作6に持ってきたから10倍濃いく、だから 元の食酢を考えないといけない、今回ね、元の食酢だから10倍あの濃くしないといけないと、今回はそれがちょっとめんどくさいですね。だから問い5の回答は10倍薄くしてる状態だから、それを10倍濃くしないといけない。10倍濃くしたらこうなっちゃった。元々の酢酸が 0.6570 モルパーリットル。元々の酢酸がね。0.6570 モルパーリットルね。いいかな。いい。で、だから10倍濃くしたんですよ。10倍濃くしたと。だから食酢と酢酸っていうか用語がめんどくさいんだけど、これは酢酸ね、さっき問い語で酢酸って出ましたね。でも元々の酢酸っていうのは10倍薄めてますよね。10倍薄めた状態だから、それ10倍濃くするので10倍しとかないといけないと。10倍ね。で、じゃあこれで酢酸のモルパーリットル出ました。じゃあ酢酸のモルパーリットルに、モルパーリットルに、これで、質量パーセント濃度が、1リットル、さっき言ったように1リットルと考えちゃうので、1リットルだったら 0.6570 モルですね。で、酢酸っていうのは 60.0 グラムパー、1モルあたり 60.0 だから、いいね。分子量がね。ということは、これでグラムが出ます。酢酸のグラム。で、あとは、こっちは、食酢のモル、あ、食、ごめんなさい、食酢のグラム。食酢はさっき問題があったように、こいつね。1.00 グラムパー立方センチメートル。今回は1リットルで考えているから、1000倍すればいい。1000立方センチメートルが1リットルだから。じゃあ、これは分母が食数、分子が酢酸のお互いグラムとグラムになります。それかける100したら、答え 3.94%。3.94%。こうなります。わかったかな？じゃあ早口だったけど。まあ何回も読んでみてください。はい、以上。